今日はラバーズハートのゲネプロ公演。確か創作活動に励む女の子たちのお話だよね。何かに真剣になるって素敵だよね。私もお裁縫にはずっとずっと夢中だし、上手とか下手とか関係なく時間も忘れて打ち込んだ経験ってかけがえのないものだもん。話してたら私も創作したくなっちゃった。今度個人制作で衣装を。お疲れ様、美咲ちゃん。公演が待ちきれないのね。楽しそうな声が廊下にも聞こえてきたわ。はい、お芝居のあらすじを読んでいたらつい自分のことを重ねてしまって今回はいわゆる文化系の青春劇。青葉くんも服飾にかける熱い思いがあるだろうからね。私もスポーツよりは文系ですね。いろいろなものを見たり読んだりしては想像して、うふふふ。いや、我々はバンドも経験したことだし、今度は創作活動をやってみるのもありかもしれないね。私たちでサークルを組むんですか？素敵ですね。お裁縫なら任せてください。だったら私が衣装を仕立てて音無先輩とプロデューサーさんに来てもらうとか。美咲ちゃんの衣装をプロデューサーさんと私が。妄想が堅実に。ほう、ダメダメよ小鳥。美咲ちゃん、やっぱりそれは遠慮しておくわ。え、どうしてですか？気持ちは嬉しいけど、これは趣味の活動ですもの。美咲ちゃんには自分の好きな服を作ってほしいわ。それに私は輝いているみんなを見守っている方が性に合っているもの。音無先輩、わかりました。それじゃあ私は私の道をとことん追求してみたいと思います。うん、自分のためではなく誰かの創作を見守る、これもまた一つの愛の形かもしれないね。お待たせいたしました。これよりラバーズハートゲネプロ上演となります。ナムコプロがお届けするあふれんばかりの大きな愛、どうか届きますように。されてたけど、アニメでウシトラ編やるのは熱すぎるよ。そして放映直後に星5実装ピックアップガシャ、メディアミックスの力。待望の鬼門裏鬼門のメンバーも揃ってまた薄い本が熱くなるな。財布は薄くなりますけどね。今回の星5、いつになったらこのスマホに来てくれるんですか？面白いよね、エトセンキ。私も本出そっかな。え？リヒトちゃんのエトセンキ本？
これは読みたい、読みたすぎる。本当？わーい、嬉しいな。みんなお疲れ様。あ、ジーナ先輩。そちらの方は、なんと入会希望者といっても私のいとこで幼なじみなんだけど、最近エトセンキにハマったんだって。おお、待望の。それじゃあせっかく全員揃ってるし自己紹介といきましょう。私は黒崎進化。ああ、もちろんペンネームです。ここだとそっちで呼び合ってて。進化ちゃんと同じく絵描きの三谷莉子です。同志は大歓迎ですよ。リヒトって言います。私も絵で、この中だと一番年上かな。よろしくね。え、私もするの？コスプレネームちなこと緑川千景です。衣装を作るのが大好きなコスプレイヤー。もちろん即売会では売り子もやってるよ。緑川遠いです。ペンネームは冬川葵で活動しています。え、冬川葵って、あの冬川葵？高校生でプロデビューした小説家の？単行本は次々とヒットを飛ばし、映画化も控えているはずの、まさしく神作家ですよ。この部員4名の弱小サークルが絵と文字、それぞれの神作家を抱えることになるなんて。あの、質問なんですが、こちらのサークルでは開始などは出していないんですか？それが、みんな個人サークルもあるからなかなか都合をつけにくくってですね。1年に1回は返し出さなきゃいけないから、学祭前とかに大慌てで入校って感じかな。でもせっかくみんなで同じものにハマってるんですから出したいですよね。エトセン希望。それなら私が編集をやりましょうか？私は今サークル活動をしていませんし。え、いいんですか？今ならコミベ狙えるし、ちょうどいいタイミングかも。説明しましょう。コミベとはコミック&ノベルコンベンションの略、超大型同人誌即売会のことです。リコちゃん、誰に話しかけてるの？もしかしてこっちの人かな？サークルに入る以上こういう手伝いをするのは当然ですから、コミベ参加いいと思います。私も手伝えるし。うん、いいんじゃない。次はコミベでエトセン希望だね。うわぁ、開始楽しみになってきたね。気合い入れて書くぞ。エトセン期の話をできる人がこんなにできて嬉しいです。よろしくお願いします。どうか、もしかして今からサークルに行くところ？影、ええ、一緒に向かいましょうか。ジーナ先輩、葵さん、待ってましたよ。今日からエトセン期のイベントですからね。イベント報酬の虎、シンカちゃんの推しだもんね。衣装の塩ビ服アレンジ超かっこいいし。そう、そう連動ガチャの羊はまだ引けてないんですけど、必ず。ん？あれ、リヒトちゃんの画面に映っているのは
もしかして星5の羊もう引けたんですか？ん？今朝回したら来てくれたよ。何もかも持っているのか。おお、しんかちゃん、しっかり。リコ、私の理性がなくなる前に、コンビニで例のカードに変わる前にこれを。これは今月のサークル会費。確かに受け取りました、しんかちゃん。でしたら会費も集まったことですし、イベントに申し込んでしまいましょうか。これで不備はないはず。よし、ゴールデンウィークスペシャルコミビ申し込み完了しました。申し込んじゃった。これでもう後戻りはできないってことだね。私とリコは個人サークルもあるから、開始と自分の新刊最低でも2冊分か。頑張らないと。漫画が間に合わないからってイラスト本にするわけにはいかないからね。私はイラスト本でもいいんですけど。リコちゃんのカラーイラストすっごく綺麗だもんね。カラー1枚が2桁万円オーバーするような神作家に言われても。それより今は開始です。とりあえず打ち合わせをしましょう。印刷所を決めて締め切りを出さなくちゃです。うん、平均的にページも割れたし、これなら。あ、いけない、そろそろバイトの時間だ。私これで失礼します。みんな頑張って最強の開始作ろうね。確か。めんどくさそうなコマですね。背景かなり書き込まないとですし。そうだ、アングルを変えてごまかすのはどうですか？それならほら、書き込みの手間も減りますし。いや、絵コンテは変えたくない。でもこれを書き切るにはかなりの時間と根気がいるかと。私下手だからさ、しっかり見せ場は作んないと。え？しんかちゃん上手いと思いますよ。少なくとも私より。リコ、今回の新刊何部作るの？私は50。オフセットでするから無理やりこの数にしたけど、本当は30だっていいくらいだよ。部数と絵のうまさは関係ないですよ。それにしんかちゃんはまだ描き始めたばっかりで。絵のうまいリコに私の悩みはわからないよ。そうですね、私にはわからないと思います。私は絵がうまいわけじゃなくて、線画と色塗りがちょっぴり得意なだけで、お話もしんかちゃんやリヒトちゃんみたいに心臓を突き刺すようなものは描けませんから。違いません。今
出て行ったのはリコさん？シンカちゃん、どうかしたの？私、自分が思うように描けないからってリコに八つ当たりしちゃって、こんなの最低だ。つい飛び出してきちゃったけど、ファミレスもカフェも一人じゃ入れないんでした。もっちつらい。それじゃあ私が一緒に入ってあげようか。リヒトちゃん、そっか、リコちゃんとシンカちゃんぶつかっちゃったんだ。はい、意図せず地雷を踏んでしまい、私いわゆるコミュニケーション苦手勢ですから。それに私のお話作りが未熟なのは本当のことなので。苦手だったらどうするの？やめる？やめません。よかった。それじゃあそろそろ帰ろっか。え、帰るって？もちろん私たちの部室にだよ。そっか、シンカちゃんとリコちゃん作風が違ってもやっぱりライバルなんだね。リコが上手いからって嫉妬したりして、私ってばほんとみっともない。そうですか。私はそれこそがシンカさんの強みだと思いますが。え？描きたい絵がある。それが想像できているなら、あとは描けるよう努力するだけです。自分の中にある妬みもそねみも力に変えて前進する。それは誰にでもできることではありません。シンカさんは陸上競技の選手だったと聞きました。高校生の終わり頃から漫画を描き始めたと。あ、うん、そうなんだ。私高校の時に大きな怪我して続けられなくなっちゃってさ、怪我して入院してる時に読んだ漫画にすごく感動して、それで書き始めたんだよね。勝負という一度きりの機会と、その結果である勝敗の重みを知っているからこその強さではないかと。あ、なんかよくわからなかったけど、もしかして褒められてる？褒められてるよ。シンカちゃんにはシンカちゃんの良さも武器もあるってことだよ。そもそもリコさんだって負けていないと思います。彼女はとても勉強熱心な人だと思います。彼女は自分の武器だけでなく弱点も知っています。それを克服するための努力もしている。なので勝手に自分はここまでなどと思わず、高みを目指していただきたいです。聞いていますか？だってリコちゃん、ごめんなさい。リコ、自分の話されてたから入りづらくなっちゃったんだよね。それじゃあ二人とも仲直りしようか。できるよね。私、その、あの、シンカちゃん、私シンカちゃんの新刊すごく楽しみにしてますから。私もニコの新刊
楽しみだよ。釣り上がったら一番に読ませて。約束。お釣り500円です。ありがとうございました。どうしよう、開始完売しちゃったね。おめでとうございます。それなりに吸ったつもりでいましたけど、昼過ぎまでしか持ちませんでしたね。だからもうちょっとすればって言ったのに。でも再販すればいいよね。開始って再販するんですか？けど個人誌もいい感じになくなってますし、よかったです。そうだね。こんな楽しいことやっぱやめらんないよ。どうか、もしかして今からサークルに行くところ？千景、ええ、一緒に向かいましょうか。サークル、いい人ばかりでよかったわ。部員はもっといるのかと思っていたけど。ああ、うん。前は部員が結構いたんだけど、去年大量に辞めちゃって。残ったのはリヒトと私だけ。その後新入生で、シンカちゃんとリコちゃんが入ってきたんだ。そう。よくあることだとは思うけど、理由を聞いておいた方がいい？瞳子は文字書きだから大丈夫かな。あんまりいい話じゃないよ。構わない。部員がみんなリヒトに夢中だったからかな。リヒトに憧れて羨んで取り巻きになって、仲間だったはずなのに上下関係ができて、陰口を叩いたり足を引っ張るようなこともして。私はレイヤーだから直接被害はなかったけど、でも売り子を頼まれただけで妬まれたりはしたかな。そんなことが。どんな場所でも似たようなことがあるのね。瞳子もデビューしてすぐ同人で書いてたマイナージャンルの本を発掘されてたよね。ええ、そのジャンルの人に目立つ人がいると困る、隠れて楽しんでるのにとかいろいろ言われたわ。ちょうどその頃賞をもらって、連載の話をいただいたから商業に専念することにしたの。やっぱりそうだったんだ。あんなに好きだったジャンルを急にやめたから気になってたんだけど。その頃に聞かれてもうまく話せなかったと思うから。それに同人活動は嫌な思い出ばかりじゃないもの。だからまた始めてみようと思った。ええ、商業は面白いけど、売れるために必要なのは才能や努力だけじゃないから。流行や運も必要。でもそこにはない、時代と合っていなくても素晴らしいと感じる才能はたくさん存在しているわ。私はそういう作品を見つけることに喜びを見出すの。きっと好きなんだと思う、同人誌が。そっか、瞳子らしいね。そう？でも千景だって同じでしょ。嫌なことがあってもサークルを辞めなかったじゃない。レイヤー活動なら個人だっていいはずなのに。それはそうだね。私は衣装作りやコスプレが専門だけど、同人誌や同人活動は大好きだよ。徹夜で衣装を作って、なんでこんな大変な思いをしてって思ってもまた帰ってきちゃうんだよね。私たちはコミベのメインストリームではないけれど、好きと表現に寄せんはないはずだから。うん、私は私のやり方でそれを証明してみせるよ。
ねえ瞳子、せっかくサークルに入ったんだし、レイヤー活動も再開しない？衣装なら作るよ。再開って、私は別にレイヤーじゃないし、千景が着ろって言うから着ただけでしょ。でも結構ポーズとか決めてたよね。よいさん、してもらっていいですか？そっちの名前はもう使わないから。ごめんごめん、置いていかないでよ、瞳子。私、その、あの、しんかちゃん、私、しんかちゃんの新刊、すごく楽しみにしてますから。私もリコの新刊楽しみだよ。すり上がったら一番に読ませて、約束。よかった。それじゃあ、あとは目の前の修羅場をなんとかするだけだね。そうだった。気合は入ったけど、修羅場が解決したわけじゃないんだった。ここはみんなで協力するしかないんじゃない？瞳子、私たちも手伝おう。葵さん、ペン入れ慣れてますね。もしかして絵も描いてたんですか？ほんの趣味で描いてた時期があるだけなの。漫画という表現方法は今でも大好きだし。なら葵さんはどうして漫画を描かないんですか？そうね、それでもあえて小説を選んだのは、言葉にしたいことが私の中にあるんだと思います。言葉にしたいものか、私にはまだちょっと難しいのかな。そんなことないと思うけどな。さあ、みんなで修羅場に突入だ。ポスターよし、お釣り銭用意よし。あれ、ちな先輩、着替えてこなくていいんですか？今の時間は更衣室が混んでるから、退場してからゆっくり行こうと思って。着替えの手間が最小限になるようにメイクも基本は作ってきたから、バッチリだよ。ちなちゃんのコス、衣装も全体の完成度も高いから絵の参考になるんだよね。後で写真撮らせてね。もちろん、そう言ってもらえると嬉しいな。この瞬間のために生きてるって感じ。私にとってはコスプレこそが創作で、キャラクターに命を吹き込む方法だから。でも今日は売り子だからちょっぴり控えめにね。主役の本より私が注目されちゃうと困るから。くん、この自信、ちな先輩が輝いて見える。オーラの圧倒的な眩しさ、レイヤーはやっぱり陽のものなんですよ。いけない、漏れちゃった。だから今のところは封印。午後のコスプレ広場をお楽しみに。担当さん、お疲れ様です。わざわざ来てくださったんですね。はい、このサークルの皆さんです。イメージ通り？
ありがとうございます。コミビルの挨拶はお互いバタバタしがちですから気にしないでください。葵さん、今の人もしかして出版社の？ええ、私の担当編集さんです。夏から新しく連載を始めることになって、これキャラ表です。え、見てもいいんですか？ん？大学の漫画研究サークルを舞台に、これ私たちのこと？自己承諾になってしまってすみません。皆さんを見ていたら描きたくなってしまって。ちなみにキャラデザートカットは私です。楽しみにしててね。あんたかーい。いや本当そういうところですよ、リヒトちゃん。シンカちゃんってバイトしてたんだ。私知らなかったかも。シンカちゃんはスポーツ推薦の予定がなくなって奨学金で進学してるって言ってました。だからオタク活動の費用は全部バイト代から出してるとか。そっか、忙しいんだね。それなのにあんなに精力的に書いててすごいな。そういえば最初は書くのもアナログだったよね。いつの間にかデジタルも使えるようになってるけど。デジタルは私が教えたんです。デジタルの方が仕上げ作業の時間なんかは短くて済みますから。しんかちゃんの漫画ってガツンとしてていいよね。すっごく熱くてパワフルっていうか。ですよね。ああいうエネルギーを持った作品を描ける人はいつかすごい作家になるって思うんです。しんかちゃんは作画が荒いことを気にしてますけど全然問題じゃありません。慣れれば上手くなりますし。でも私は作画は頑張ってますけどやっぱりストーリーはいまいちですから。リコちゃんはしんかちゃんの漫画が大好きで、それでちょっぴり羨ましいんだね。ええ、まあそうですね。リヒトちゃんはないんですか、そういうの。私書けなかったものってないんだよね。ナスカそのセリフ。クリエイターが一度は言ってみたいセリフをそんなさらりと。書けないな、難しいなって思っても、ちゃんと頑張れば書けるようになったから。お、リヒトちゃんでも頑張らないとダメなことってあるんですね。書けるようになるまで書く。当たり前のことしかしてないよ、私。リコちゃんは書けていない部分がわかるんでしょ。だったらきっと書けるようになるんじゃないかな。そうだといいんですけどね。しみろー、エナドリしか勝った。なんとか山場は越えたけど表紙が残ってるんだよね。シンカちゃん、さっきの山場は4ページだけど表紙は裏表紙入れてもたったの2枚だよ。いけるいける。枚数だけで言えばそうですけど、リヒト先輩はいいな、悩みとか無縁って感じで。
私が神なのかなっていつも不思議だし、私は自分がいいと思ったことをやってるだけだもん。それが受け入れられてるのも運が良かっただけで。でも周りの子たちはそう思わないみたい。みんないつの間にかいなくなっちゃうしね。リヒト先輩、だから私このサークルがすっごく楽しいんだ。みんな自分が上手くなるのに一生懸命だし、漫画って一人じゃ連載するのも難しいでしょ。私もこれから先大勢の手を借りることがあるかなって。だから私人には優しくするって決めてるんだ。いつか私の原稿も手伝ってもらうかもしれないしね。いつの間にかアシスタント候補に入れられてる。まあ今手伝ってもらってるしお返しはしますよ。そうでなくてもリヒト先輩なら手伝いますけど。はーい、手伝ってよかった。あのリヒトさん、今のはトウコ、リコちゃんに任せよ。リヒトちゃん、今のシンカちゃんの話ちゃんと聞いてましたか？あ、今日のお返しに原稿手伝ってくれるってこと？大事なのはその後です。シンカちゃんはそうでなくても手伝いますって言いましたよね。シンカちゃんはリヒトちゃんのことを仲間で友達だと思ってるから手伝うって言ってるんですよ。あ、人の話はちゃんと聞かなくちゃダメです。リヒトちゃんから人が離れるのはそれも原因だと思います。自分の話をちゃんと聞いてもらえないと悲しくなるのは誰だって同じです。リコ、ちょっと言い過ぎじゃ。いいの、リコちゃん他にはある？あとリヒトちゃんはちょっとだけデリカシーが不足していると思います。はい。私はリヒトちゃんのこと好きだし尊敬もしてますけど、そういうところは好きじゃありません。はい、ありがとう。リコちゃん大好き。なんでそうなるんですか？やっぱりここは暖かくていいサークルね。でしょ。みんなそろそろ休憩はおしまい。ラストスパート集中して取り掛かるよ。はーい。ねえシンカちゃん、リコちゃん、私が追いかけようとしていた相手は降りちゃったの。でも私は降りないから。約束する。私待ってるから。二人は私に追いつけるように頑張ってね。望むところです。
ね、全然全然全然足んないくらい語り合ってバカ分かり合ってやめられないだろう。ねだけだけだけ好きなんだもん、ねグッとグッとグッとくるんだもん、ねて笑って元気もらったって教えたいんだもん。ハラハラな展開もルールなラストシーンも最高で押し押しだぜずっと本当サンキューサンキュー。やっぱ待ってる来期を生きれない、やっぱ愛で乗り切るきゃない、やっぱ待って次のネタ決定、やっぱ愛で伝えるきゃない。ピンポンパンポン、これにて閉会いたします。よかった、私が漫画を描く役なんて最初はどうしようかと思ったけど、進化の背景とかを知ったら親近感が持ててさ、それで自然にやれた気がするよね、アリサ。はい、アリサは割と最初から親近感が持てていたんですけど、そこで逆に悩むところもありましたね。舞台挨拶でも話しましたけど、演じる上で大変だったのは専門用語ですね。意外と覚えることが多くて。データ入稿、オフセット、オンデマンド、壁サークルに最高尾札、業界用語でいっぱいだったもんね。でも最後はバッチリ覚えましたから。みんな割増料金や極道入稿をしてでも本を作るんですね。はい、それにアイドルも創作も熱量に変わりがないことを知れてよかったです。大好きなことにはみんな同じように真剣なんだって、同人誌の世界ぐっと親近感が湧きました。はい、アリサも何かのきっかけがあればこっちの人になっていたかも。せっかくですからプロデューサーもこの世界にハマってみますか。Thank you.